昨日の緊急に引き続いてですね、勃発してしまった戦争、イスラエルとパレスチナの戦争について続報を今日伝えたいと思うんですね。昨日お伝えしきれなかった2点に絞って今日話します。1つ目はですね、なんであえてこういう言い方分かりやすくしますが、なんでこんなに手際よく、あの飛び地であるガザ地区からバー あっと 3, 発以上のミサイル1説では4,000発に何々なんとしてるんじゃないかと言われてるミサイルが飛んでそして地上戦も含めて手際よくとんでもないことをガザ側が仕掛けられたのかイスラエルも宣戦線布告をして戦争だと言ってこれから拉致された民間人を含めて奪還に捕虜を奪還に行かなきゃいけないっていう大変な局面に今なってるわけですよね。でこれはどうしてかといえばですねこのイスラエルの北に位置して隣接している例のあのカルロス・ゴンが逃げ込んだ母国。 あの、レバノンの中に過激組織、日本もテロ組織として認定しているヒズボラという過激グループがありますね。ヒズボラが同時として、 このガザからの攻撃と同時にヒズボラもイスラエル側に攻撃を仕掛けたという、言ってみれば極論すると両面作戦のようなことがものすごく構想しているわけですね。じゃあレバロンのヒズボラがどうしてそんな手際よく動いたのかも含めてイランの後ろ盾があるという話をポイントとして今日しなくてはいけないと思います。それともう一つはですね、イスラエル側のあの諜報機関として有名なインテリジェンスのモサド。 モサドがこういうガザから攻め込んでくる。そして一方ヒズボラがやってくるっていうことをですね、全く知らなかったっていうオーポカはどうしたことかと。これは考えてみると、強行右派と言われている今イスラエルの政権はネタニヤフ政権。このネタニヤフさんはですね、極右とも連立政権組んでますから、そういう意味ではですね、え、モサドも知らないなんてオーポカがあっていいのかと。 多くのイスラエルのユダヤの人々が殺されてんだぞと。そして拉致されてんだぞと。何やってたんだ政権は、モサドはってことになるに決まってるわけですよ。どうしてこんなことになってしまったのか。この2点に絞ってお伝えをしたいと思います。まず1点目に戻ります。こういうふうにヒズボラも同時に参戦したっていうのはどう連携してたのか。ズバリやっぱりイランの存在が大きいなっていう状況、状況証拠が見え見えですね。まずガザ側からもう一回整理しますけれども、えー、ミサイルを飛ばし、ロケット砲を何なら飛ばし、ガー と攻めたっていうこの空から攻めたっていうことだけじゃなくてこれは前代未聞というか50年ぶりといいますかこのガザ地区からですねパレスチナの特殊部隊がですねだーっとイスラエルの領土に入り込んでそれもパラグライダーとちらっとお伝えしましたけど昨日パラグライダーとかボートを使ってイスラエルの中に侵入侵攻をしてそして民間人兵士を拉致したり大変な銃撃戦を展開したっていうことは 予想外だったはずなんですね、イスラエルにとっては。なんでこんなことができたかっていう話なんですけどもね。で、これはですね、ちょっとこれ歴史的なことを言うと、半世紀、50年間そんな風に領土に侵攻されるなんてことはなかったんですよ、イスラエルは。鉄壁の守りをしていたんです、いわば。ロケット砲とかそういうのはどんどん打ち込まれたとしてもですね。どうしてかといえば、緊張状態にあったからなんですね。 これは情報もモサドが掴んだり、いろんなところが掴んでたのも,もちろんあると思いますけれども、緊張状態っていうのは言ってみればですね、50年前に同じようなことがあったから、その鉄は踏まないぞっていうことがあったの。それがズバリ50年前で言いますと、1973年の第4次中東戦争なんです。これはですね、その前の第3次中東戦争で、1967年にイスラエルとしては、これはエルサレムは自分たちの占領じゃなくて自分たちの領土だと。 いう風うな宣言をして戦争に勝ったっていう風うに、戦勝ムードでちょっと浮かれていた余波があったので、余韻があったので、油断しているところに、ボーンと1973年に第4次中東戦争、アラブ連合が攻め込んで、戦勝ムードの余韻冷めぬ間に、いきなり一説では2600人以上のイスラエルの人々が殺されてるんです。アラブ連合に。 こんな屈辱はイスラエルにとってなかったということで、その後は油断禁物ということで緊張状態に入って50年の時が過ぎてるんですね。それ以来初めて侵入者の暴れっぷりを許してしまった。そして自国の犠牲者をいっぱい出しているというとんでもない惨状がイスラエル側から見ると繰り広げられたということなんですね。で、これはどうしてかといえば、 ズバリさっき言ったように、北側のレバノンに展開する2カ所で展開されて、特にレバノンの中の南部で展開しているヒズボラが連携していたということなんですね。具体的に言いますと、レバノンのヒズボラがですね、イスラエルが占領しているシェバーファームズというイスラエル側の軍事拠点3つを叩きました。これも誘導型のミサイルです。 ロケット砲も飛ばしたかもしれませんが、ヒズボラも誘導型のミサイルを飛ばしてます。そしてイスラエル側の実効支配しているシェバーファームスの3拠点を叩いた。当然イスラエルもそこから反転攻勢ということでヒズボラ側の拠点を攻撃はしてるんですけれども、まず先制攻撃はヒズボラ側からあったということなんです。 そのシェバーファームスあたりはゴラン高原の一番北の方に位置してまして、もともとレバノン側も自分たちの領土だ、シリア側も自分たちの領土だって主張してるんだけど、いくたびかのその中東戦争の中でイスラエルは実行支配を固めてるんですね。ゴラン高原もシリア側から取りましたから、その前の戦争で。私は報道ステーション時代そこに取材に行ってます。えー、イスラエル側に投縮し、そしてパレスチナ自治区、ヨルダン川西岸の このずーっと国家とは認められていないパレスチナ側の道を通りながら、そして最終的にご覧高原に到達して、一番イスラエルの実効支配をしている最前線、目の前は金網の干渉地帯の向こうはもうシリアです。その目の前はシリアの街が見えているというところの最前線のイスラエル側の基地に取材。 許可ををを取っっってそこででずずとと一一部部望遠鏡を使い一部肉眼でずっと実況リポートししましたちょうど、その当時、だいぶ前の話ですから、シリアの紛争、今もずっと続いてますが、紛争勃発っていうことで、このシリアの紛争っていうのは、トルコも入っている。そして、ロシアも基地を作って入り込んで、このアラウイ派の、えー、と言われているアサド政権を応援している。一方、アメリカはそうじゃないとか、反政府勢力は、 そのアサド政権と向き合ってるっていうシリアのもうぐっちゃぐちゃの紛争があるわけですが、それが勃発していたので、金海越しにシリアの街をずーと行視していたわけです。その時忘れられない光景があるんですよ。もう散発的な乾いた銃声の音がパン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 聞こえる。ドーンという鈍い、地響きのような音が聞こえて、白煙黒煙がバーッと上がる爆弾。 ロケット砲ですよね。そんなことが繰り返されているのを目の当たりにしてずっとリポートしていた。その時忘れられない光景というのはですね、冬場だったんで寒くてちょっと雪がちらついているような状態だった。その時に真っ赤なダウンジャケットを着た女の子が逃げ戻っている。そしてドーンという鈍い爆撃音が聞こえる。その中を防空壕に逃げ込もうとして必死に走っている女の子の姿とか、そういうのが本当に散見されたわけです。ずーっとその爆撃音や 重声が聞こえるたびに実況リポートを終えて、疲れ切って精神的にもイスラエル側に戻ってきた時にはですね、もぬけの殻でした。そんな惨劇を目の前でただリポートしてるだけの自分って何だろうって、苛まれた経験が蘇ってきます。ですから、シェバーファームスのあたりっていうことは思い出すんですけども、そこに対してヒズボラが反応して攻撃を仕掛けたのが始まりであった。そして南側からって、イスラエルから見たら南側のガザからバーッと、 ミサイルが飛んできて地上戦も行われたっていうヒズバラの協力がすごかったっていうのは何かズバリイランなんです。ここでちょっと説明をして昨日語りきれてないんで説明しなきゃいけないのはですね、このイランっていうのは1979年に海外にいたバンダルホメイニシって聞いたことありませんかカリスマですよね。バンダルホメイニシが1979年に戻ってきてイランは イスラム原理主義革命っていうのが起きまして、その流れが今日までずっと続いてます。ハメネイシっていう人が今は宗教上の長老という形で大統領以外にもいるわけですけど、絶対権力者として。それはホメイニシの系統ということになるわけです。このホメイニシは何をやったかったそれまでイランっていうのはアメリカと密月で、パーレビ国王が仕切っている王政の国であって、アメリカは石油モデルイランとうまくやっていたわけなんですけども、革命が起きたということで、 イランにとったら、憎きアメリカは排斥されました。そして原理主義革命の国になって、イスラムシーア派の厳格な国になったっていう建前になっている。そういう建付けで1979年から始まってるわけですね。イランはどういうふうにアラブも、自分たちはペルシャですよ、旧ペルシャ。しかしアラブ世界も含めた、あの辺りの中東のイスラム世界をどう仕切るか支配するかっていうのを考えているイランというのは、 お金もそこそこないわけじゃないので、何をやるかというと、シーア派、イスラム教のシーア派のベルト地帯を作りたいわけですね。それはもうずっと前から言われてます。あの、イラク戦争、アメリカが仕掛けたイラク戦争より前から言われてます。ということは、今現在も続いているのはイランがあって、隣のイラクはイラク戦争を挟んでシーア派が勢いを増してますんで、イラクもシーア派のベルト地帯に組み込まれる。そしてその隣のシリアも今紛争中ですが、 シーア派が多い国なんで、そこはうまくシーア派とのベルト地帯として組み込んでいく。そしてその下の隣のレバノンにおけるヒズボラがシーア派の過激のバリバリの組織なんで、そのヒズボラの後ろ盾になってミサイルだとかロケット砲とか武器を渡してドローンとか渡してるのは党のイランですから。イランが シーア派のベルト地帯を完全に作ろうとして、イスラエルと向き合うためにそういうものを作ってるわけです。イランとイスラエルってのは、権限の中ですから、ミサイルを向き合って、いつ戦争が起きても不思議じゃないぐらい、お互いに事実上ですここは事実上とつけておきますが、事実上、イスラエルもイランも核を持ってるんで、核抑止力が過労死で働いて、まだ戦争は起きてないものの、いつでも始まっても不思議じゃないぐらいの緊張状態です。そのためには、イランは今言ったシーア派のベルト地帯を作って、 イスラエルのに対する一つの脅しをかけ続け続て,ているう現状があるわけですそういう中でこういうことが起きたということですねだからこそ今回はそのもう一回戻りますけどもガザのハマス側がですねヒズボラの応援も施設してヒズボラのオペレーションも受ける形でこういうことが始まってしまったっていうことが言えるわけですけどじゃあなんでイランがそんなに本気になってヒズボラをそしてガザに対してもガザはこのガザのハマスっていうのは スンニ派です。パレスチナですから。パレスチナ自治区ですから、の一つですから、もうもちろんそのラマラっていう人があるパレスチナ自治区のヨルダン川西岸の方はアッパス議長が仕切っていて、こっちはやや恩恵と言われてますが、ガザとは一線を隠してます。ハマスがこっちは実行支配しているわけです。でもやっぱ同じスンニ派です。パレスチナですから。でもスンニ派とシーア派でヒズボラが違っても、イランが応援しているという点ではガザも のハマスもヒズボラもレバノンの同じなわけですね。で、こういうことをやったっていうことが言えるんですが、それは昨日もちょっとお伝えしたことと重複しますけれども、それはまず今年の3月に中国が深くアラブ、あるいはイスラム世界に浸透している中で、なんとですね、権限の中でこっちはスンニ派のアラブの名手サウジアラビア、そしてこっちはイラン、シーア派。そのイランとサウジアラビア、こちらも権限の中を中国が仲立ちする、仲介する形で、 関係正常化の交渉に入ったっていうのは3月。これは穏やかじゃないですね。そんなことが起きたらちょっとサウジアラビアとも疎遠になっているアメリカ。アメリカの安全保障の軸足っていうのはアジアの方。アジアの中国牽制のために、この太平洋の方でオーストラリアとか日本とかインドとかを巻き込んでやろうとしてるっていで、ちょっとサウジアラビアとの深い関係っていうのが疎遠になってるっていうところで、中国がサウジとイラン。 これの仲介役を果たすなんてことだったら、まあアメリカはつんで、今度アメリカをおそまきながら出てきて、この8月ぐらいの、今年の8月の動きですけど、昨日お伝えしたように、バイデン大統領がサウジアラビアで独裁で仕切っているムハンバド皇太子、一番の権力者と会ったりしてシェイクハンドする。何を持ちかけたかといえば、イスラエルとサウジアラビアの関係正常化をやろうじゃないかと話です。全ては経済。 今後の金儲けのためっていう欲が当然前提にあるわけですがサウジアラビアがイスラエルとうまく関係正常化になんていうことになっちゃったらその間にいるパレスチナは立場ないわけですよね一応アラブの大国アラブの名士としてサウジアラビアパレスチナ問題の和平が成立しなければ世界の和平は訪れないっていうぐらいにこのパレスチナを軸にして世界の和平が繋がっていかなきゃいけないって言ってる問題の起きている地域のパレスチナを この世界の安全保障から完全に法定式から抜け落ちる状態でサウジとイスラエルが関係正常化なんてのはもうたまんないわけですね。だからこそそういうサウジのイスラエルとの関係正常化またアメリカが出張ってきたっていうのを見て取ったイランが今回はパレスチナを忘れちゃいけないんだっていう世界に対する揺さぶりとしてガザのハマスもより支援を強化しヒズボラと連動させるようにして今回のことを起こしたっていうのがまあ ある種の見立てではなかろうかというふうに思います。これはね、本当にこれ大変なんですよ。もちろんね、遠い国の出来事だって割り切ることはできるかもしれませんが、経済とかいろんなことに影響。 及ぼします。まず中国経済が今バブル弾けてますよね。不動産はじめとしてえらいことになって、なんとか騙し騙しやろうとしてる中国があって、どうなるかって言われてる。その中国が深く浸透して、イランとサウジの仲介役なんてことになってるわけですから、中国にも繋がってきちゃう話ですし、今ロシアとウクライナがご存知戦争してる中で、ロシアはシリアをずっと応援してるっていう流れがあるんで、シーア派のベルト地帯を応援してるっていうことがあるんで、イランとロシアは結びついてるとも言われて、いろんな協力関係にあるって言ったときに、イランが ものすごく強く跳ね返ってきてるっていうのは、サウジやアメリカはたまんない、イスラエルもたまんないってことになるわけですね。イスラエルはもう本当にイランとは懸猿の中で対峙してるわけですから。というような世界にも影響を及ぼすということで、早速戦争が勃発してしまったということで、あの原油の中の一つの目安として有名な北海ブレンドの先物、これがもうい 一度、い四ドル上がりました、一バレル。先物ですけどね。これ先物で動いてんで、原油ってのは特に。もうこれ大変なことなんですよ。経済にも、日本経済にも、いろんな特に発揮してくる。だから、こういう戦争が起きたっていうのは有識問題だと。世界全体の問題だと、パレスチナの問題を見なきゃいけないってことが一つ。そしてもう一つ、二つ目と、ポイントと言わせてもらった、イスラエルの情報機関、モサドは何してたのかって話。これは本当に今のネタネヤフ政権を揺さぶりますけども。 これもびっくりですよね。もう一度整理して、昨日そんなところまで伝えきれてないんですけど、イスラエルはずっと戦争し続けてる国なんで、ああいうアジアの、日本から見たら一番最果てと言っていい、あの市内半島の上のアジアの最果てとも言ってもいい、あそこにボーンと1948年にイスラエルが建国されて、約束の地にユダヤの民は戻ってきたっていう、そういう設定の国なわけですから、常に、 これはもういろんなところと内遊外観なんで、ずっと紛争し続けてる国だっていうんで、緊張状態あったはずですから、情報組織はすごいわけですよ。まずですね、えー、まあ政府。 イスラエルという国の保安総局があります。これも諜報機関に数えていいと思います。四本柱とも三本柱ともイスラエルの諜報機関はすごいっていうことで言われるんですが、あと二つ目はというと国内の諜報機関、アマンというのがあります。これもなかなかです。そして対外諜報機関としてモサドが位置しているわけです。あとは国防軍の中の情報、えー、軍の中に諜報組織がある。まあ三本とも四本柱とも言われる世界なんですね。で、その中の対外諜報機関で一説によると、 7,000人以上の人を有していてって言われているこのモサドという諜報機関がですねこれが今回のガザの動きレバノンヒズボラの動きを知らなかったっていうのは唖然とすることなわけですよ。こここれはどううしたととかっていうことですよねそれがさっき申し上げたやっぱりあの第4次中東戦争が勃発して 多くのイスラエルの民の血が流れたっていうことから緊張状態があって、その第四次中東戦争からちょうど50年にあたる節目の時にガザとヒズボラは攻め込んだんです。そして暗息日でポワッとしてる時に攻め込まれた。当然そういうことは今までの世界最強と言われるモサドは抑えてなきゃ CIA との連携で抑えてなきゃいけない話ですね。その盲点が疲れてしまったんです。 やっぱりイスラエルもですね、どっか50年目にしてまた油断したという時期に入ったとしか言いようがないわけですね。こんな世界にモサドが恥をさらしたということは、今のネタニアフ政権が恥をさらしたということになるので、イスラエルの中がこれ揺れます。だから深刻だなと思われるんですね。ちょっと最強と言われたモサドも含めてボカをしてしまったということで戦争は勃発してしまいました。今後まって たく目が離せない状況になってきました。